はい、こんにちは、スワクテカと申します。今回はですね、こちら、ヒーローシャドールのデッキ紹介並びに対戦動画のまとめとなっております。このヒーローシャドールなのですが、今までね、デストロイのパーツ、出張パーツ、まあ、フュージョンデスティニーと、あとまあ、ヒーロー3体ぐらい、2、3体ぐらいを入れた形だけを使ったね、シャドールはいくつもね、紹介してきたし、まあ、そもそも動画で何回も使ってきたと思うんですけれども、今回はね、ヒーローをちょっと多めに入れたタイプのシャドールを使っていきたいと思います。ね、中にいるヒーローはですね、まあ、バイオンと、まあ、ディナイアルガイと、ディアボリックガイと、あとまあ、そうですね、ディワイン街、オネスニオスか、ここら辺と、採用しているヒーローはね、特にまあデッドリー街とデストロフェニックスだけなんですけれども、これの利点はですね、バイオン1枚から動くことができる。そこが魅力ですね、これ。バイオンでシャドウミストを墓地に送って、で、シャドウミスト効果でデッキからディアボリック街をサーチしてきて、で、融合をサーチですね。バイオンの効果で墓地のシャドウミストを除外してっていう感じの動かし方をすることで、バイオン1枚から安定して動くことができるよというのがこのデッキの魅力です。で、レベル6なので、デッドリー街が。そしてディアボリック街もレベル6なので、この2つを組み合わせて、まあ、ベアトリーチェからシャドウールを送ることによって、まあ、ヘッジオックあたりをね、墓地に送ったらシャドウールをサーチすることができるので、間接的にシャドウールに、もうバイオン1枚から、アクセスすることができるというのが、このデッキの魅力です。はい、それでは、まず対戦動画と動きからやっていきたいと思います。それでは、どうぞ。まずはね、簡単な動きから、まあ、先行展開のね、動きをやっていきたいと思います。まあ、バイオンからね、動く。まあ、この手札だと。まずはもうバイオン通常召喚します。そしてデッキからシャドウミストを送ります。シャドウミストの効果でデッキからディアボリック街を選択し、手札に加えます。そしてバイオンの効果。墓地のヒーローモンスターを除外して融合サーチ。そしてそのまま融合発動。フィールド上のバイオンとディアボリックガイを融合することによってデッドリーガイを特殊召喚します。そしてディアボリックガイの効果。デッキからディアボリックガイを特殊召喚。そして、デッドリーガイの効果。手札を1枚捨てデッキからディナイアルガイを墓地に送ります。そしてディナイアルガイの効果で自身を蘇生。ディナイアルガイの効果で除外されたディアボリックガイをデッキに戻して、そしてこの2体で黒シープ。ディアボリックガイとディナイアルガイで黒シープを特殊召喚。そしてディアボリックガイの効果を発動。デッキからディアボリックガイを特殊召喚し、黒シープの効果。リンク先に融合モンスターがいるので、墓地のレベル4のバイオンを特殊召喚します。そしてバイオンの効果。このバイオンの効果はね、融合サーチはね、単一ついてないんですよ、名称単一。これが便利ですね。そしてベアドリーチを特殊召喚。レベル6みたいでね。で、デッキから、まあ、シャドウルを送って、まあまあ引いてますからいいんですけどね、手札にリザードは。今回ちょっと上振れを狙うために、アプカローネを出したかったので。で、アプカローネを特殊召喚、リザードウェンディの効果ですね。ここで、ね、もし手札にシャドルがない場合は、手札に、まあ、ヘッジオックから、まあ、リザードあたりサーチしてきて、融合でベアトリーチェとでネフィリム出してもいいと思います。今回はベアトリーチェを残す形にしていますね。そして、2体で特殊召喚、アナコンダ。で、リザードで墓地に送ったシャドルークを、シャドルーツで回収します。そして、アナコンダの効果で、デストロイフェニックスが特殊召喚。こうですね。で、これでベアトリーチェを残してるのは、まあ、フリーチェーンで墓地に送れますから、ドラゴン落としたり、エリアル落としたりとか、いろいろできるので。まあ、今回はマスカレーナを使ってませんけど、別にマスカレーナ出しても全然強いと思います。今回、誘発が強かったのでね、手札にあるのは。まあまあ、うらら打たれてるけど。ウィッチクラフト。で、この効果の発動後、ウィッチクラフトにチェーンが打てなくなるので、もうここで打つしかないので打ちます。しかし、マスターベールの効果で無効にされます。で、モンスターが全部無効になりました。ただ、まあ、シャドウルークがあるので、特に問題はないでしょう。ほい、ほい。で、相手のフュージョンデスニーはウララで防ぐと。まあ、これがあったからこそマスカレーナは出さなかったっていうだけです。まあ、マスカレーナ出しててもマスターベールだったら意味なかったですけどね。そしてメイン終了時にルークを出して、フィールド、墓地のオネスティニオスと、ネフィリム出して除去って、はい、さらちにして勝利です。いいでしょう、これ。めちゃめちゃ強いでしょ、今の布陣。
まあまあまあ、エクストラニールマスカレーナがいれば、トロイメアユニコーンから動くこともできるし、という流れなので、ここら辺はまあ、ハンドと相談って形ですね。さあ、まずは増援を発動。このね、シャドールが全くない状況からでも、手札にね、シャドールにアクセスできるというのがヒーローシャドールの強みですよね。ただまあ、やはり G に対する耐性がちょっと薄いので、そこはもう、うららとか、墓穴の指名者でなんとかするしかありませんね。ここでね、墓穴引いてなかったらマジで絶望でしたね。墓穴引いてない場合はまあ、緊急テレポートを打って無理やりにですかね、ウェンビー持ってきてかな。で、先ほどと同じ流れですね。今回はシャドウルークを引いているのでだいぶ強いですね。と思っていた時代があるでしょ。このデッキの弱点もう一個あるんですよ。従来のシャドウルではどうしようもなかったね。従来のシャドウルだと、多少は、そう、これ。ニビルをかわせない。これが弱点。あのね、従来のシャドウルというか、芝刈りシャドウルの場合だと、大体の場合ここでアナコンダ出たり、シャドウルが出たりしてるんですけれども、ニビルはね、このデッキだと、動きの途中でニビル打たれるとね、大体何もできないんですよ。今回はね、まあ、チェーンで、ね、緊急テレポート打って、まあ、ニビルに巻き込んで効果発動して、まあ、シャドウルークがね、なんとか機能するようにしましたけど、なりましたけど、本来だったらここで終わってるっていう、やっぱニビルが一番の弱点です。従来のシャドウルの場合だと、ニビル打たれても、まあ、ルークは回収できるよって、大体の場合、ニビル打たれるような展開イコール、シャドウルを引けてるっていうことなので、でシャドウルを引けてない場合は、そもそもニビル食らわないので、動けないから。このデッキだと、シャドウルにアクセスするような動きを持っていくと、もうシャドウルにアクセスする前にニビルを食らっちゃうっていうね。さあ、シャドウルークで、ミドラーシュを出したはいいものの、改造族プランドロールなので、除去されてしまいました。もうこっちのね、ハンドは全部見えてるので、墓地も全部見えてる、フィールドも全部見えてるので、怪獣強かったな。もう少しぐらいはね、希望があったんですけどね、怪獣出されなきゃ。お、ここで終わりました。なんとか助かったか。トークンが残ったからワンチャンはあるかなーって感じがします。効果で除外。でもトークンが残ったので、もう使うしかないですね。シャドウルーク発動。で、それにチェーンして相手のプランドロール発動しましたが、ここで出てくるのが光属性なので、じゃあもう遠慮なくネフィリムを出して除去りましょう。で、除去って、で、効果。エッジホック。まあ、手札にエルシャドールあるんで、で、トークンも攻撃力も異常なので、ワンショット、リーサルは完成ですね、さっきの。いや、引いててよかった、シャドウルークは。で、効果。アルベル効果、さらに、あれは、パッチワークですね。デストロイパッチワーク。1枚でのアドが半端ないんだよな、パッチワーク。さあ、流れていきます。流れるような動き。だから、総じて増殖する G、ニビルは、圧倒的に他のシャドウルよりかは辛いと思います。止まれないっていう。だからその代わり安定性、初動からの安定性、1枚で動ける安定性とかそういった部分ではこっちの方が上かなっていうのが、自分的なヒーローシャドールの、あれですね。評価ですね。巻き返しに行くときも横に広がることができるので、ディアボリックガイとかディナイアルガイとかで。それを考えると、後攻からのまくりもまあ、従来のシャドールには全然負けてないかなって感じがします。まあ、召喚シャドウルとどっちが強いのかっていうのはもう、これは個人のあれですね。安定性を取るのかどうなのかっていう。
さあ白雪効果でとりあえずマスカレードを裏にしておいてダメージを食らわないようにします。でゴードン発動春うららですが、いやもうここはさすがになーって感じです。墓の指名者です。本当は他に打ちたかったけど、ドラマトゥルギアがいますから、変あのなんだろうアナコンダを出して もうすぐに無効にされてしまいます。さあ愚かなマイソンでとりあえずワンドローです。おここで融合を引きました。素晴らしい。ここで融合引いたのは実に素晴らしい。で黒シープでドラマトゥルギアを誘いますが、でここでディアボリックガイ除外してるじゃないですか。ゴードンで飛んだんです。だから飛ばしてます。特殊召喚ネフィリム、そして黒シープ効果、蘇生ネフィリム効果でドラマトゥルギアをどこに打たれるかをチェックします。打ってきました。もうここはもう、止まるしかないですね。そして2体でトロエミアユニコーン発動。いやーこれ手札あったらな手札あったら打てたんですけどね。さあアクセスコード投下を読書召喚、そしてフュージョンデッセンに残っててよかった。もうシャドウールにアクセスはできません、これ以上はね。でリザード効果、エリアルで墓地のとりあえず邪魔なカードを除外していきます。特にあの墓地の開幕は除外しておかないと破壊できないので、まずはフィールドの方から破壊で2体目を破壊は当然ルシエルですね。でバトルフェイズでマスカレードで攻撃。さあこっちの妨害はもうデストロイフェニックスと白雪だけです。ヒーローをデッキに多く入れてたからこそ最後のフュージョンデスティニーが腐らなかったというわけなんですけれども、まあ、あのトップでシャドルフュージョンを引けない時点でね、私の運命力はだいぶたかが知れてる部分はあるが、ちょっとデスピアングエリビス、もうここは最後まで待ちます。最後まで待ちます。これはアナコンダ出ますか。ここでも使いませんデストロイは。むしろ使ってくれるんだったらラッキーと思います。デストロイじゃない超融合、さすがに超融合は打ちましょう。アナコンダを使ったそれ以降はもう特殊召喚ができないので、もうデストロイフェニックスだったらもう放置してました、はい、打ちませんでした。でデスピアンフェリティスでデストロイフェニックスの効果でここ破壊で超融合の対象がいなくなったので相手はサラチになりました。クエリティスの効果でデッキから特殊召喚か手札にサーチできる効果を使うのですが、もうこのターン中はね SS ができないのでアナコンダの効果を使ったからもうサーチするしかありません。で悲劇のデスピアン効果、墓地の赤の楽園をセットでアルバス君で攻撃をシュートしますが、さすがにそこは白雪で防ぎます。アクセスは俺が守るということです。でターンエンド、そして返しのターン、ドローフェイスドロー、もう芝刈り言ってますけど意味ありません、打てないから。デストロイ蘇生でメインフェイズまでに来なかったんでアクセスコードトーカーで伏せカードを破壊で芝刈り打てますから、もう大して落とせませんけどね。でここにうらら打ってきたんで、ああじゃあもうこれで勝ちですね。芝刈りチェーン、うららチェーン、デストロイフェニックスで打った芝刈りをターン、芝刈りと相手モンスターを破壊、トントン、これでリーサル確定です。ダーンでダーンです。危ないところでした。はい、さあ3戦目かな、いや違う3戦目違うか4戦目か。まあ別に動けるハンドではあるんですけどね、これ G を買わせないといういい例のハンドですね、これは。
で、いつも通りの流れで、融合をサーチ。んー、でもこのハンドは絶対融合かわせません。絶対にかわせないね、こうなるともう仕方ないから、もう無理やりにデッキから持ってきます。緊急テレポートによってデッキからウェンディを持ってきます。もう急遽変更しますよ、これ。本来だったらね、デッドリーガイ出すんですけども、もう関係ないんで、アプカローネを出します。そしてルーク、じゃあルークじゃない、リザード効果でヘッジオック。そしてフィッションデステニー発動、ヘッジオック効果でビーストをサーチして、デストロイフェニックスガイで自分自身を叩き割ります。アプカローネ効果、デストロイフェニックスガイ効果で、アプカローネ効果でデッキからルークを引っ張ってきてビーストを捨てます。2枚ドローされますけど、されてますけどね、今の段階で。もうこれはもうしょうがない。で、ビースト効果でワンドロー。ゴミここはエルシャドールかなんか引いてほしかった。で、スタンバイに増殖するG、もう止めらんないからしょうがない、これは。どんだけ増殖持っとんじゃいって。で、4伏せ、どうやらオルターガイストですね。そう考えると、無理やりにデストロフェニックスを出したのはかなり英断でしたね。スタンバイフェーズにスキルドレインで、デストロイフェニックスが、さあ融合発動で直命。嘘だろおいっていうジョークだろという話ですね、これ。マジで。ですが、先行だったからなんとか助かりました。先行なら何とでもやりようある。ルークが生きてるイコールね。さあ、ルークでアプカローネを持ってきて効果、そしてアプカローネ効果、インカネーションを持ってきてリザードを捨てます。で、リザード効果、デッキのドラゴンを落として直命とスキドル、まあスキドルでしょう、ここは。まあ、直命はもうどうでもいいですからね、これ。このテストロイがいるとパンパン。で、セットしてエンド。もうこれで何しても勝ちですね、ここまで言うと。もう直命はもう維持しときましょう、相手が苦しむだけですから。はい、今のように G が辛いということ。ただしその代わりデストロイに非常にアクセスしやすくなっているので、永続系のトラップには強い。フュージョンデスティニー、アナコンダ頼りにはなってませんから。さあ、事故ってますね手札が思いっきり事故っています。もうこの時点で割と死を覚悟してましたああはいはいはい、ランク8、ああヌメロンね、はいはいみたいなだって動きようないんだもんこれなんだこのハンドなんだよこれ参戦の際でデッキに戻される。もう相手からすると、もうこのトップ何引かれるかによるよねって話になるじゃないですか。これ強いんだよこれがまさかのフュージョンデスに引くっていう運命力ですね。ただそう、ただです。ただここでデストロイフェニックスが出したところで、そんな言うほど無理だろうという認識だったので、壁を増やしたかった。ライフもないからね。だからデッドリー以外から動いて、デッドリー以外から動いてデスウェニを出します。で、ここで増殖打ってきますけども、相手も参戦の際でこっちのね、手札見えてると思うんで、うららをね、うらら打たれるということは分かってたんでしょう。おそらくここでうらら打ってきたのは、もういいよ、もう確認めんどくせえよってことだと思います。で、ディナイル外効果、そして融合発動。で、バトルフェイズ攻撃。で、とりあえずディアボリック外は壁として置いておきます、ね、で、エンドフェイズにデストロフェニックス外破壊。本当はライフを守る、まあ、ムラクマダイザとかを考えると、ライフを守るためにも、
倍音を処理しとかなきゃならないなと思ったんですけど、でも怪獣とか引かれてたらどうせ一緒だしと思って、でゴードン発動、もうこれもねうらら持ってること相手分かってると思うんで、こっちがね2枚うららあることは、でパンクラを出されますけども、デストロイがあるので特に怖くはないですねっていうことでしょう。いやー危ないところだった。今のようにデストロイフェニックスガイを出すだけじゃなくて、フュージョンデスティニーはヒーローシャドールの場合だと今みたいな動きもできますよってことです。横に広げて、もちろんヒーローしか出せないので、まあ、その後のシャドール展開は無理ですけれども、例えばエルシャドールとかがある場合は、デッドリーガイのね、素材に、デッドリーガイを出すときに素材にシャドールを使うことによって間接的にね、デッキからシャドールを引っ張ってくるよということができるので。造影に対してハルウララを発動されましたが、サイフレーム。いいですね、この流れ。ここね、いや、このデュエルね、この時点でもうほぼ勝ちは自分の中で確信してたんですけど、なんか知らんけどね、ビビって、相手の伏せカード2枚にビビってたのが、まあ、見てたらわかると思います。もうこの時点でほぼリーサルできるじゃないですか、やろうと思えば。で、融合発動、手札をね、ディアボリック台を出して、で、こっから展開すればよかったんですよ。ねえ。マジで展開すりゃよかったのに、何をとち狂ったのか、まあ、ビビったのかわからないけど、ニビルにビビったのかどうかわからないけど、はい、これ残りますからね、単純な計算で。さあ、サイフレームとディアボリックガイでベアトリーチェ。ここも攻撃表示で出してる意味はよくわからない。マジでよくわかんない。で、効果。黒シェイプの効果で墓地蘇生。で、バイオンを蘇生、効果、融合をサーチですね、この辺り。まあ、ディアボリックガイは先に使っておきます。どっちでもいいけどね。まあ、墓地に今はヒーローがいなかったからマスカレナにするために動いてますけどね。で、墓地にヒーローがあったら先にバイオン使ってます。で、ニビルを残したかったので、ベアトリッチを消しています。手札のね、光属性いないから。ここら辺は無理やりにでもドラゴンで割っといてよかったと思うけどな。何も動いてこなかったから不安になったんでしょうね。で、インカネーションの効果でエリアルを裏返してネフィリム、すごい複雑な動きしてますけど、ぶっちゃけな話結構無駄な動きしてます。もっとシンプルでよかったと思う。で、アクセスコード投下、とりあえずエルシャドールだけは回収。で、マスカレーナを素材にしてるから効果で破壊されないから、まあもうこれで勝っただろうと思ってたんですけど、ここまさかのディノミスクスっていうね。ワオと思いました。ここまで来たらね、相手がもうエルドリッチということが分かったんで、ミドラーシ全く意味ない、ニビルも意味ないということで割りに行きます。で、デッキから特殊召喚効果、デッキが特殊だね、デッキからセット血染め効果でまた持ってくる。でもこれでエルドリッチにはアクセスできないので墓地にある分だけですね。まあ相手からしてもね、そんなにライフもないから、またリリースされてるよこいつ。何回ディアボリデストロイフェニックスリリースされたら気がするんだろう。相手のライフも200ですから、そこまでね、恐れる必要はないなと思ってます。シャドウループもあるし、どこか1個で食らわせれば終わりですから。まあ、ネフィリムがもうすでに2倍使っちゃってるから、フィールド上にないというのは注意ですね。
で、シャドウルーク効果、アプカローネを持ってきて、ラバゴーレムを裏守備にします。あ、裏守備じゃないわ。向こうにします。これでダメージは食らえませんね。さあ、ファイナルターンになるか。ドローフェイズドロー。遅えよ。なんで増時今引くんだよ。という話なんですが、愚痴っていてもしょうがない。墓地のディバインガイ効果で2ドローで白雪引きました。素晴らしい、ここ。マジで素晴らしい引き。これは本当に素晴らしい引きだと思う。一番欲しかった。で、アプガロイヌの効果で、墓地のね、ネフィリムを戻します。そして、シャドウルーク効果。で、ビースト効果でワンドローを。まあ、ここで、引いてますけど、緊急テレポート引かなくても兼ねます。はい。別にトップドローが良かったおかげで勝ったわけじゃないです。はい。白雪はトップドローが強かったけど。で、白雪効果で、特殊召喚して、ダイレクトアタックするときに地蔵ね。デッキからエルドリッチ持ってきます。で、攻撃中し、ネフィリムで破壊。で、これ、緊急テレポート打ってますけども、別に伏せているエルシャドールでミドラッシュ出しても勝ちなので。勝利です。はい、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか、ヒーローシャドール。安定性が非常に魅力です。まあ、事故ることもありますけれども、とりあえずバイオン1枚から動くことができるというのはめちゃめちゃね、重要な要素だと思います。1枚初動ですから、まあまあまあ、ハンドコストはいりますけどね、デッドリー以外のコストで。それを踏まえてみても、この魅力的な1枚初動があるという部分と、で、高校からでも巻き返せるということ、で、フュージョンデスティニーが単純なデストロイフェニックスを出すだけのカードにならないというのも大きな魅力だと思います。うん、シャドウルを供給しつつ、さらに、デッキからね、ヒーロー、光属性などを持ってくることができるという部分ではあるので、もし、なんでしょう、事故りが怖いなーっていうか、ちょっと安定したね、動きしたいなー、シャドウルでという方は、このデッキ使ってみてはどうでしょうか。はい。それでは、ワクテクでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。